私2時3時所属バーチャルホストのふわみなとと申します。どうもこんばんは。私が今企画中の、2時3時バンド仮のメンバーはローレン・イワースくんです。おめでとうございます。今回は、ローレンくんには YouTube で、よくある人気の100の質問やらせていただこうかなと思ったんですが、ドッキリを仕掛けたいなと思います。で、内容としましてはですね、100の、質問を今回やりますと、ローレンには、伝えるんですけども、ただの100の質問じゃなくて、普通だったら答えづらい生々しいドキツイ質問だらけだっきりー。はい、どうも皆さんこんばんは。もう今回いきなりの発表です。なんと、バンドメンバーのローレンくんです。どうもどうも、ローレンです。ローレンだ、よろしくお願いします。わーわー、本人だ。本人だよ。ローレンのことを、まあ、俺も知りたいし、視聴者のみんなにも知ってもらいたいから、なんとですね、100個質問用意してきました。長くなるぞ。あなたの名前を教えてください。ローレン・イロアスです。おお、そうなんや、かっこよ。知らんで呼んでんだ。年齢を教えてください。22です。あ、22なんだ。出身を教えてください。出身、出身エデンですね。エデン、エデンが正式名称、はい、そうです。好きな食べ物を教えてください。ラーメンっすね。ラーメン、ラーメンがいいじゃない。特に何ラーメン。二郎系。二郎系、あ、そうなんよ。嫌いな食べ物を教えてください。んー、ナスとかぼちゃ。なんで。ピーマン。全部嫌いや。まずいかな。まあ美味しいっていうのは分かるんですけど、僕は苦手ですね。もう個人の感想ね。僕は、はい、僕は。なるほどなるほど。誕生日教えてください。9月6日です。ねえ、そうなんだ。もうもうちょい先だね。そうなんだ ね、楽しみにしてるよ。いや、言ってく、はい、ライバーと入れ替わるなら誰。ふわみなとでしょ。なんでやね。まあ、いやいやいや、俺だから、今俺だからじゃない。本当に。いや、そんなことないよ。俺の何がいいんだよ。全部全部。おーい。自由ね。自由よ、自由なとこがいいね。まあ、なるほどね。今までで一番やばい黒歴史は。もうインターネット始めたての頃に、うん、なんか本当になんかネットの名前、普通になんかダガー X、エンジェル X ダガーみたいな名前でやった。あ、ダガー使ってたんだ。ダガー X、X ダガーで、ここで。あ、ダガーの使い手なんや。そう。うわぁ、それちょっと気まずいな。ね、そんなやつとゲームしたくないね、普通に。うん、なんか、それ言い過ぎではあるよ。コンビニでエロ本を買ったことがある。コンビニでエロ本買ったこと？コンビニじゃなくてもいいです。まあでもエロ本買ったことはないか。あ、そうなんや。ないんじゃないか。本って確かあんまあれか、そんなコンビニとか行ってもあんま見ないか。タバコでしか行かない。元カノとの一番の思い出は。僕彼女できたことないんですよね。そうなんや。そうなんですよ。もうずっとお一人。なんかバカにはしてる。いやいや、違う違う、多分バカにしてる。そんなことない、そんなことない、悪くそんなことない、そんなことない。今までの最高月収は。終わってない。答えてる人いんのこれ。いや、まあそれでも幅広く見ていただけると。幅広く見ていただけると。まあでも僕は P4 P4 とか P4 とかで多分やってると思うんですけどね。 P4 あんの。あれ、あれさ、全然ある、全然ある。それはもう P ガチで乗んの。乗りますよ、乗りますよ。動画っすから、やっぱ。まあじゃあかな。うーわ、すげー。うわP 入ってんだよね。入ったらいいんだよね。入れます、入れます。じゃあ次の、あ、次の質問がちょっとね、あの経験人数だったんだけど、でも元カノいないから、じゃあもうなしだね。そうですね、なしで。オッケー、じゃあ次19個目。嫌いな VTuber に一言。嫌いな VTuber に一言。はい。いない。あ、いない。あ、そうなんだ。いないよ、みんな愛してるよ。みんな大好き。あ、みんなラブ。あ、ラブか、よかった。VTuber ラブ。じゃあ一言別にないですか、じゃあ誰も。だ、本当にマジで本当にリスペクト。あ、本当いい子だ、じゃあ。うん、本当にそうっす。あ、オッケー、オッケー。じゃあ次20個目。そんな、なんか質問なかったか。これで20個目なんだよね。二時三時で付き合うなら。だからさ。何を言ってんの本当に。いやいや。え？
これ危ないわ。危ないっすか。いないもんだって。危ないっていう発言もなんか逆手に取られそうだし、危ないって言ったってことはいるってことじゃないのみたいな。いやそう付き合いならだから、そう 誰がいいかなみたいな。そんな、そんな、いやそんな、そのこっちが選ぶ立場みたいな、そんなん違うわ。そんなん、その立場にないんだから。あー、さすがにそういう。って言うと、じゃあ選ぶ立場だったらあるってことみたいな、なんだから。確かに確かに。言って、これやばい、やばいよ。売り言葉に買い言葉よ、こんな。偉いっすね。もうなんか本当にデリケートにしっかり、ちょっと周り。それはそうよ、考えて、発言いただきました。ありがとうございます、ローレンさん。というわけで、なんと質問は、はい、20個までしかありません、ローレンさん。え？こちらはなんと、ドッキリで僕が考えたヤバい質問どんだけ答えてくれるかでした。うわー、俺答えた方がよかったか、これ結構答えてたよ、うん、君ちなみには嘘。いや普通だって答えないよ、月収とか。うわー、マジかよ。もう一回取り直していい？もう一回取り直していい？答えてんの俺このヤバい質問。答えるわけないだろ、こんなよくわかんない質問。終わってるよ、だとしたら